昨日電車に乗った矢幅駅に来ました。今日は朝のうちちょっと激しい雨が降っていましたので予定を変更しました。今10時過ぎ、今日は矢幅駅から盛岡の、ビジネスホテルまで歩きます。多分12キロくらいだと思います。4号線が奥州街道だと思うのでそちらの方には行かず、今日もまたこういう道を歩いております。4号線に出てしまいました。こんな日がありました。吉田松陰遊歴の地だそうです。なんかね、神社みたくなってますね。こんな感じ。やっと4号線から離れました。盛岡市街に入ってきました。バス見えるかな。あれがなんかね、国際工業のバスみたいなんですよね。北上川の橋を渡ります。かなり増水してますね。川沿いの道を歩いていくことにしました。今日は朝のように激しい雨が降っていたらホテルで計画ちょっと練り直そうかなと思っておりましたけれど、雨がね、あまりちょっと小降りになったんで、盛岡のビジネスホテルまで歩くことにしました。昨日のその降りた矢幅駅から今はそのビジネスホテルに向かっております。はい、こんにちは。今日は朝から激しい雨が降っておりまして、今日の予定どうするかなって思いました。しばらく今後の計画とか練り直しておりましたら、雨もだいぶ穏やかになりましたので、今日は昨日電車乗った矢幅駅に戻って、そこから今泊まっているビジネスホテルまで歩きました。総歩行距離は、14キロ。明日はこの今泊まっているビジネスホテルからコーマって読むのかな、多分そうだと思うけど、その駅まで歩いていく予定です。明日はね、結構多分山になるんじゃないかな。もうね、都会歩きはちょっと疲れちゃいましたけどのでまあ山歩き楽しみにしております。今日はこれくらいで、ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。